木工パテを使って、隙間を埋めていくんですけれども、その前にですね、ここをちょっとマスキングをしておいて、余計なところにパテがつかないようにしたいと思います。ではこういう隙間ですね、この辺にあるようなこういう隙間をね埋めていきたいと思います。セメダインの木工パテですね、これです。これを、チューブから出しまして、それでですね、乾いてしまうと剥がせなくなってしまうので、この状態で剥がします。もうパテが柔らかい状態で、もう余計なものは外していくと。こういうことですね。こうしてやればね、削る量が最小限で済むので、作業効率がいいかなと思うんですけどね。およそ1日経ちますと乾燥しますので、削っていきます。木工用ヤスリがあるんですけれども、これで削ってしまいますとちょっと削れすぎてしまいますのでね、ここはタミヤのプラスチック用のヤスリですけれどもね、こちらの方を使ってやってみたいと思います。で、ですね、こっちとね、こっちの木の色が微妙に違いますよね。でね、こっちの方がね柔らかいんですね。こっちの方が結構硬いんですね。同じヒノキでもかなり柔らかさが違うんですね。で、ちょっと注意してやらないと柔らかい方ばっかり削れてしまいますので、どうしてもこうやってるつもりでも、こうやっぱり大げさに言うと多分こうなってると思うので、こっち側から削った方がいいかな。硬い方からこうやった方が、こっちが硬いのでね、硬い方からこうヤスリがけしてあげた方が、最初の時がね力が強く入ると思うので、こうですね。ちょっと意識的にこっちに傾けながら削っていきたいと思います。
はい、まあまあ綺麗になりましたね。